のビニールシートのこと。気づいたみたい。そう、あのビニールシートを死体にかぶせればスプリンクラーをやり過ごすことが可能になれば。実際犯人はその方法を使ったはずよ。あのビニールシートの汚れ方がそれを物語っているわ。ビニールシートの片面だけが汚れていたのはその面がスプリンクラーを浴びたから。逆に死体に面していた裏面はスプリンクラーを浴びてないから汚れてもいない。つまり犯人はビニールシートを使って死体がスプリンクラーで濡れることを防いだのだ。そこまでして死体が濡れるのを防いだ理由は何だ。おそらく殺人が起きた時間帯を誤認させるためじゃないかしら。さっきの内儀君のような言い訳をするためにね。おかしいよ。何？おかしい。ビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたのだ。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのはその面がスプリンクラーを浴びたせいか。でもそのビニールシートの裏面は少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。死体にビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたの。じゃあビニールシートがその面がスプリンクラーでその少しも汚れた。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。それは違うよ。やっぱり片面だけが綺麗な状態っていうのはおかしいよ。だってさ、爆破される前の死体ってまだ血が乾いてない状態だったんだよ。触ると汚れる危険性がある。戸上君だってそう言ってたよね。そんな死体にビニールシートをかぶせたら間違いなく血で汚れちゃうはずだよ。犯人が洗ったんじゃね。ビニールシートが使われたことを隠すためによ。それなら両面を洗い流すはずだ。片面だけ洗ったところで隠したことにはならない。そりゃまあそうだな。そもそもその時の死体の血自体が犯人の偽装工作だとしたら、つまり犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごした後で死体の上から偽物の血をまいたんじゃないかしら。偽物の血ってそんなものがどこにあるのよ。わかった。保健室の輸血用の血じゃねえか。前に山田っちが死んだふりをした時あいつはあの血を使ってたはずだべ。いいえ、今回の殺人で使われたのはあの血じゃない。犯人は現場の植物庭園から偽物の血を調達しているはずよ。鶏の血？え？鶏？事件
前に植物庭園の飼育小屋を見たときは、そこに鶏が5羽いたのに。事件後には4羽に減ってたんだ。つまり犯人は鶏を殺してその血を使ったってんだ。なんつう残酷なことすんだべ。そんなことで生き物を殺すなんてひどいよ。どうせだったら私が食べたのに。犯人がわざわざ現場から血を調達したのは、自分が歩き回る姿を目撃されたくなかったからかしら。とにかく実際に鶏が減っていることが今の推理の根拠になるはずよ。だとしても少々引っかかるな。犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごし、その後で偽物の血をまいたと言ったな。だが死体の上から血をまいたなら、周辺の床にも血が流れてしまうはずだ。あの時の死体は違ったぞ。血で汚れていたのは死体の服だけだ。周辺の床は全く汚れてなかった。確かに周辺の床が全く汚れていないのは変だ。だとしたら犯人はその場で血をまいたんじゃなくて、前もって白衣に血を付着させておいたのかもね。前もって白衣に血を。あなたたちが発見した時の死体って、その白衣をちゃんと着ていたの？確か、いや、袖を通していなかった。上から白衣をかけられただけの状態だったよ。じゃあこれで決まりね。ごめん、話についていけてないんだけど、どう決まったの？つまり殺人が起きたのはスプリンクラーが作動するより前だったよ。それなのに死体が濡れなかったのは、犯人が死体にビニールシートをかぶせたから。そしてその後、犯人はビニールシートを回収するのと同時に、あらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣を死体の上にかける。犯人はこれら一連の偽装工作を行うことで、殺人が起きた時間帯を誤認させようとしたのだ。殺人はスプリンクラーが動く7時30分よりも後に起きたんだ。確かに、その方法なら7時30分よりも前に殺人を実行することが可能だな。だけどさ、その偽装工作をするためにはスプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけないよね。大した時間はかからない。ビニールシートを回収した後、用意しておいた白衣にかけるだけ。大した時間はかからないわ。それはそうかもしれないけど、朝比奈さんは食堂で苗木君と会った後、彼と一緒に行動したの。ううん、私は先に体育館に行ってて、苗木は後から遅れてきたんだよ。じゃあそのくらいの時間的余裕はあったの？そんな不可能とは言い切れないはずよ。どうやらキリギリの言う通りのようだ。苗木のアリバイは不十分だ。さてと、振り出しに戻ったな。苗木のアリバイが不十分となると、容疑者は苗木とキリギリの二人ということになる。リアルな話、どっちが犯人だべ。よっしゃ、思い切って運に任せっか。二分の一の確率だし。あ、だろう、ナイスアイディアだべ。そうじゃなくて、すごいこと思い出しちゃったんだけど。なんだ、言ってみろ。あのさ、現場に黒焦げになったナイフが落ちてたでしょ。ああ、爆発前の死体に刺さってたやつだべ。
モノクマファイルによると腹部から背中までぶっ刺さってたらしいよ。で、そのナイフがどうした？あのナイフ、どこかで美咲がしてたんだけど、それを思い出しちゃったんだよね。私が苗木に預けたナイフ。驚かないということはとっくに気づいていたようだな。うん。だったらなぜ隠していた？隠してたわけじゃないんだ。ただ。怪しすぎるべ。死体に刺さってたナイフが苗木っちのもんだってことは、こりゃもう間違いねえべ。 1200% の確率で苗木っちが犯人だべ。死体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ったとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからって、どうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷が致命傷だろ。だったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやったんだ。苗木まこと恐ろしい男に。あの死体に刺さってたナイフです。私やっぱりそうだよね。あのナイフ、つまり何？ナイフを預かって、どうして僕が？だってナイフの傷が致命傷だろ。だったら間違いねえべ。おめえがあの、おめえが恐ろしい男に。あの死体に刺さってたナイフ、私やっぱりそうだよね。あのナイフ、つまり犯人。ナイフを預かって、どうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷が致命傷だ。それは違う。いや、そもそも戦場袋の致命傷はナイフの傷じゃなかったんだ。それはさっきの偽装工作の話でも明らかになったはずだよ。嘘だべ。さっきは致命傷の話なんかしてねえぞ。思い出してよ、さっきの話だとさ、犯人は死体にビニールシートをかぶせた後で血痕付きの白衣を着させたんだよね。つまり被害者があの白衣を着たのは死んだ後ってことになるはずだよ。それがどうしたんだって？だけどさ、僕たちが死体を発見した時はナイフは白衣の上から刺さってたよね。死んだ後に着させられた白衣の上から刺さっていたナイフは致命傷になるわけないんだ。同じ箇所を2回刺した可能性はどうなんだ？殺す時と偽装工作の時に2回だ。これだ！モノクマファイルに書いてあったはずだよ。ナイフによる刺し傷は1つだ。
盛大に忘れてたべ。じゃあ、あのナイフって。あれも犯人の偽装工作だったんだよ。きっと、本当の致命傷に目を向けさせないために、より目立つ傷をでっち上げたんだ。その後死体が爆破されたのも同じ理由だったはずだよ。あの爆破のせいで死体は激しく損傷し、致命傷が分からなくなってしまった。つまり証拠隠滅、それこそが犯人の目的だったんだよ。死体発見時にナイフの傷を印象付けておき、その後死体を爆破する。そうすることで最初の印象だけを残したまま証拠隠滅を図ったというわけか。あ、ちょっといい？そもそもの話なんだけどさ、結局あの爆発って何だったの？どうしていきなり爆発なんかしたの？真面目に頭を働かせろ。わざわざ答えるまでもないことだ。消えてやんべ。おそらく未知の粒子によって体内で核反応が起きて自然発火したんだ。それだけは違う、確実に言えるよ。なえに答えてやれ、話が進まん。